怖いわ。どうも千葉です。ということでですね、本日はめちゃめちゃうまい醤油ラーメンを食べようのコーナーです。はい、っていうか怖いわ。暗闇から出てくるな。え、何、どうしたらいい、僕は登場な。え、どっか明るいところから登場するとかやな。明るいところでも怖いって言うやん。いえいえ、今日はね、特別、服が黒目やろ、うん、光るとこ顔と手しかあれへんねん。怖かった。怖い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 。ということで、本日はこちら、麺屋ブラザーさん。ここにめっちゃうまい醤油ラーメンがあるらしいのよ、はい、あれや、あれ、名物濃紺醤油ラーメン。濃紺、そう、濃紺やけど味はストライクらしいから。なるほど。食うやつも濃紺やけど。まあまあまあ、それはさておいて、その辺も含めて調査に行きたいと思います。行きましょう。はい、ヘイブラザー、行くぜ。そっち、え、そっち。なんで急になんか悪者系になった。いや、なんか普通に行こうや。ちょっとワイルドスピード風に。なるほどね。はい、ということでやってまいりました。いえ、ブラザー、何食うか。いや、まあね、とりあえずメニュー見ていきましょう。まあ、この濃紺醤油ラーメン、人気番長やから。お、人気番長、うん、ほんほんほんね。で、スタミナラーメンとかもある。うまいね。な、うんうんうん。で、濃厚のこってりラーメンもある。濃紺醤油ラーメン、濃厚醤油で、はい、はい、で、あと、はい、セットで、鶏天のセット、鶏天とご飯で、はい、で、桃の唐揚げを5個と、はい、中瓶、中瓶で、はい、はい、で、坊ちゃんはスタミナラーメンで、スタミナで、はい、はい、やったな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 。お前と走ることが次だったぜ、ブラザー。どれやろ、なんかそんなんじゃなかった。何やったっけ、あれ、ファミリーだからね。俺たちファミリー。そっちそっち、どっちかといえばそっち系。あ、そうか。ブラザー、水特盛や。お、ブラザーは兄か弟か兄弟、兄弟か、兄弟、兄弟、やめとこうや。坊ちゃんと兄弟嫌やよ。どっちかといえば俺が兄貴やな。兄貴分、その筋の人みたいからやめて。ということでね、めっちゃうまいらしいから、ちょっと待ちましょう。はい、キンキンに冷えてやがる。ほんまや、こういう気遣いめっちゃいいのよね、大好き。どっかのお店でめっちゃキンキン冷えとってん、グラスが。ほいほい。な、ほんで氷点なんちゃらってあれやん、朝日の、うんうんうん、なん、あれをな、飲もうと思って、こうやって行った瞬間、なんか唇くっついてな、顔全部めくれたこと。キンキンやないかい。言うで、友達が、いや嘘やろみたいな感じで言ったら、友達も、えって、それ飲まれへんや、永遠に。絶対飲まれへんや。飲め、しばらく飲まれへん。あ、しばらく置いとかなあかんの。一気に行きすぎて、うん、あ、楽しみやね。めっちゃいい香りよ。ちょっと見て、坊ちゃん見て、これ濃紺醤油ラーメン、めっちゃうまそう、うん、ちょっとあれやな、ちょっと濃そうな、なんかブラックがきつい感じやな。高板ブラックみたいな感じなのかな。そうなんかな、分からへんけど、ちょっといただいていきます。では、いただきます。まずはスープから。おお、濃そうに見えて、うん、全然濃くない。うわ、これはうまい、これうまいぞ、鶏ガラかな、ほうほうほう、うん、すごい。それにね、この醤油のちょっとなんか香ばしさというか、はいはいはい、めっちゃ美味しいわ。で、最後ちょっと甘みがある、香りめちゃめちゃいいし、いいね、めっちゃいい匂いするな、うん、あ、めっちゃうまそう。今日もちりめん、もうレンゲなしでいったわ、うん、めっちゃうまいで、うまい、うん、ほんまこの麺とのバランスが究極、このもっちりなちょっと平打ち麺、うんうんうん、これがな、やっぱ表面積でかいから醤油めっちゃ持ってきてくれる。あ、そういうことか、うん、でも合わせ技がすごいね、この醤油の香りの、うん、とこを全部持っていってる。へえ、そうなんや、めっちゃうまい。
やっぱこのスープのベースがいいから、うんうんうん、醤油もすごいこのまろやかになる。なるほど。でもこんだけ濃いからめっちゃストレートにシャープ系なこう醤油ラーメンかなと思う。そうじゃなくて、うま、ん、みの幅がすごい、奥行きがすごいわ。はい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 。うん。でチャーシュー。あ、そのチャーシューのそもそもの味付けがめっちゃいいのと、うん、脂身との分量がなんかめっちゃ良くて、うん、なんかもうその脂身とチャーシューのベースの味が口の中で合わさった瞬間幸せだろうな。これがおすすめの鶏の天ぷらやって、うどん屋さんみたいね。うまいな。ちょっとお塩つけて。うん、天ぷらの方が油を感じるような気がする。天ぷらの方がなんか食べ応えあるの。へぇ、ちょっと唐揚げも食べるの。唐揚げも食べてみよう。これが天ぷらでめっちゃ美味しかった。あ、こっち天ぷらでね、うんうん、はいはいはい。で、こっち唐揚げ。もう唐揚げ絶対うまいやつやん。この色でわかるわ。芝ぐらいになるとね、この色でわかるから。これ醤油の味付けのちょっと焦げた感じが絶対うまいぞ。うわ、うま唐揚げ。ベースはやっぱ醤油の味付け。ほう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 。醤油のこの油に入れて焦げた感じがまた香ばしくなってうまいな。ああ、なるほど。うん。うん。僕個人的には、うん、鶏天と唐揚げ、うん、どっちが好きかというと唐揚げかもしれない。鶏天は鶏のうまさをダイレクトに味わえる。はいはいはい。だから唐揚げはやっぱりこう、僕ビール行くからやっぱ唐揚げのこの勢いが欲しい。うんうんうん、破壊力というか。なるほど。うらーみたいな。ごとも食べてみましょう。ということで僕が頼んだのがスタミナラーメンですね。これもうまそうやな。うまそううまそう。いただきます。はい。もうスタミナやから、スタミナ行くよ。なんかな、あの20食限定やってん最初多分。はいはい。限定が多分レギュラーメニュー化されてるからめっちゃ評判良かったんやと思う。あ、そうなんや。うんうん。あ、めっちゃいい香り。これちょっと、これ欲しい。豆板醤。お、豆板醤なんかな、この特製ダレ。まあ、豆板醤やったよさっき。うん、どんな感じ？スタミナラーメンですね。おお、うん、明太子ご飯。お、うん、うん、これみんなが想像してる明太子ご飯と一緒です。はい、ありがとうございます。うまい。うまいな。うん、すいません、はい、ご飯のおかわりっていけるんですか？はいはい、お願いします、はい、いるでしょこれ。ご飯にめっちゃ合う。無限ご飯いけるか。スタミナラーメンめっちゃいい匂いしてくるやん。うわ、めっちゃうまいで。なんかで見てんけど、不景気になると担々麺とか売れへんくなんねんて。なんで？冒険する系のラーメンに行けへんねんて。で、不景気で一番強いラーメンは醤油ラーメンやねんて。みんな外したくないから、うんうん、冒険をせえへんくなんねんて。あ、なるほど、うん、うん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 。最近僕が醤油ラーメン多いのはもしかしたら僕が不景気なのかもしれない。だからなんか最近醤油系のラーメンよう見てんな思って。いや、もうなんかこの40代になってくると醤油ラーメンってさ、うん、なんかもう20代の頃はさ、豚骨命みたいな、醤油なんかちょっとあれやみたいな感じやん。あ、そうやな。で、なんかもう醤油のうまさを知ったらほら戻ってくる。あ、なるほどね。で、豚骨もうまいねんね、はい、鶏パイタンもうまいねんね、うんうんうん、けどずっとさ醤油を避け続けてきたわけやん。豚骨鶏白湯はいつも食ってるけど、うんうん、な、醤油のこのあっさりラーメンを避けてきたやん。でもそれに最近目覚めて。なるほど、蛙化現象ってやつか。多分そう、合ってんのか。合ってんのかな、これ。作り方間違えてない。使い方間違えてない。間違ってそうな気がせんでもない、うん、それは TikTok で見てなんか勝手に言うただけやろ。うん。なんか最近みんな芸能人とかも使ってる。カエル化、カエル化、うんうん、カエル化現象っていうのはあれじゃない、見た目が一気に変わるみたいな、なんかそんな感じじゃなかった。そうなの。わかんない。まあ、これほんまに醤油美味しい。へー。むしろ僕は今までうまい醤油ラーメンをあんまり知らなかった。あ、そういうことか。うん、うんうんうん、もうこの年になると
いろんなとこ見つけれるから。スープめっちゃ飲んでるもんな。やっぱ若い頃っていうか、ちっちゃい頃は家族に連れて行かれた町中華の子で、普通のあっさり中華そばみたいな感じ、はい、じゃなくてほんま本格のこだわったラーメンを食べれるようになったからもう、うんうんうん、概念が変わるね。唐揚げがな、居酒屋さんで出てきたらもう無限に酒飲める唐揚げ。あ、そうなん。1個もらうで。うん、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 あの1個もらいますよ。まあ、とりあえずはちゃんと取ってね。うまない。うまい。これ好きなやつや。お、ということで大満足で、ごちそうさまです。美味しかったわ。これなんか、あの醤油ラーメン食べるやん。うん。出てきたらなんか健康的よな。ほうほう。体が。なるほど。うん。なんか重い感じにならへんの。うんうんうん。すごい。だからこれ帰ってからもなんか食えそうな感じするもんな。デブやん。それ無理やろ。いや、なんか食いそう。逆に食いそう。無理やでって言っても食いそう。いや、いけるよ。これマクド。いけるで、余裕でいける。ああ、てかむしろあの今口の中マクド食いたいかもしれん。ということでね、今日も大満足でごちそうさまでした。ブラザー、別れの言葉はなしか。ご愁傷さまです。なんでなんでやねん、お前。映画のセリフなんかわかるか。普通にこういう YouTube 撮っててセリフは台本忘れんのに。そんなもん無理じゃん。本日もありがとうございました。またねー。